皆さんこんにちは、プラザ投資の伊藤です。今日は11月の5日土曜日です。今日皆様にお話しするお話ですけども、それはいつまで高い日経平均という主題、そして副題としてフラクタルに予測と書かせていただきました。それではニューヨーク日経の月足週足を順番に見ていただきましょう。まずニューヨークの月足ですけども、10月は陽線で9月の高値を抜くような強い陽線となりました。月足からは非常に強い形ではないかと思います。次に週刊足です。週刊足は前回私がこの YouTube で、3万2689を起点とする拡大波なんで、そこの値段を取るんじゃないかという予測しましたけども、ここを抜いて3万3000ドル台までありました。週間足を見ますと、4週連続の陽線に対して1週陰線が入っているところですけども、どうもここの2段上げに続いて2回目の2段上げがある感じがいたします。次は日経の方です。日経の月足見ていただくと、まあ、ニューヨークほど月足は強くないんですけど、それでも9月の陰線に対して深い10月は陽線の差し込み足となりました。次に日経の週刊足を見ていただきましょう。先週の引け値が先週というか昨日の引け値がとっても大切だったんですけども、この大陽線25,621円の安値から大陽線つけたここの引け値が27,116円だったんですけど、これを199と抜いてきたことで、この下げに対する2段上げに入ってきました。しかも週足の形は陰線の上から陰線が差し込む抑え込みという形でありますので、この高値は非常に抜きやすい形となっております。それでは今日のポイントのフラクタルの予測について申し上げたいと思います。フラクタルの予測の前に、昔はバナナのたたき売りってありましたが、最近は外国人は好きなのは祭日の先物売りたたきというのが好きなようです。なぜなら彼ら 2.3 兆も売ってて3000億しか買い戻しておりませんので、どうしても自分たちがのポジションに近づけるための売りたたきを刊行するという傾向があります。9月の23日から取引所は愚かにも祭日に先物取引をさせるということを外国人のために決めてしまいました。その結果どうなったかというと、9月の23日の前の日と次の、明けた日ですね、ここの間773円幅をギャップダウンを伴った下げになっております。10月の10日も同じです。この時はもっと広くて829円幅の下落です。今回11月3日の祭日はどうだったかというと660円幅の下落となっております。祭日が、を利用してどうし日銀の ETF の買いが入らないことを最後にそこで売り叩くというのが彼らのやり口です。それではフラクタルについてのご説明です。これは同じパターンで波形をこしらえて、形を少しずつ切り替えることをフラクタルということを言うんですけども、三角持ち合いから上がる、三角持ち合いから上がるというパターンも一緒です。そしてここで離れたんですけども、離れの後に離れ算定の陽線がここであります。今回も離れ算定の陽線の後を下押しておりますけども、日柄的には少し、短く終わったんじゃないかと思っております。いずれにしてもこの高値はもう一回抜いてくるという予測をいたします。次にもみ合い日柄と上げ日柄の関係についての説明です。29,222円から25,621円までは32日間下げでした。32日間の対等戻しですと現在23日経っておりますので、あと9日間高いということになります。またもみ合い日柄と上げ日柄は同じという考え方もできます。三角持ち合い22日間かかりましたので、そこから今14日しか経っておりませんので、あと8日高い、8日9日はいつの日柄に当たるかというと11月の16日から17日、この日は高くなりやすいのではないかと私は予測しております。なお詳しい見通しについてはまた次の YouTube で明らかにさせていただきたいと思います。皆様今日もご視聴ありがとうございました。